夢は一見遠回りした方が近道ですかいやでうこれな難しい質問する、ね、またでもそんなことないと思う一見遠回りっていうのがでもなんかさっきの質問もそうなんだけどなんでこんなぼやかすんだろうって私は思っちゃうんですよねなんか綺麗に見せようとしてませんわかんないけどなんでひそんな標語みたいにしようとするみたいな。 具体的にこういう風な質問だとすごい抽象的になってしまうんで答えも抽象的になってしまうんですよ。例えば「叶えたい夢はこれです」と。でこれをやるためにはこっちの道を取った方が早いですかあっちの方が早いですかって聞かれたらこっちが絶対早いですって私も言えるけど「夢は一見遠回しとか近道ですか?」って言ったら「夢によります」としか言えないよね。でも基本的には遠回りしない方が近道なんじゃないですかやっぱり <laughs>。何を持って遠回りとか近道とか行ってるのか分からないけど私は最短距離を行く方が好きだ 遠回りななんてしたくないですけどね,わざわざねでか自分的には常に最短距離しか走ってきてないつもま,まあね走りたいと思いつつ遠回りしちゃったことはあるよでも遠回りしようと思ってしたことなんて一回もないっす。うん、はい